シェフィールドの教会通りにあるケアンズ教の像。初代ケアンズ伯爵、ヒュー・マッカルモント・ケアンズは、イギリスの政治家、法律家、貴族。保守党の政治家、また放送として活躍。保守党党首ベンジャミン・ディズレーリの側近として二度のディズレーリ内閣に大法官として入閣した。1819年に、軍事もウィリアム・ケアンズとその後イロザーナの間の三、何として誕生。 1838年にダブリン大学トリニティカレッジからバチュラー・オブ・アーツやバチュラー・オブ・ローの学位を取得して卒業。1844年にミドル・テンプルに入学して弁護士資格を取得。1852年から1866年にかけてはベルファスト選挙区から選出されて保守党所属の庶民委員を務めた。法律家としても活躍を続け、 1856年には直線弁護士となり、1858年から1859年にかけては法務次官、1866年には法務総裁、1866年から1868年にかけては上訴法廷の裁判官となる。1867年にケアンズ・オブ・ガーモイル、男爵の爵位を与えられた。正解において、 ケアンズ教はベンジャミン・ディズレーリと親しかった。1868年2月から12月にかけて成立した第一次、ディズレーリ内閣では、ディズレーリに睨まれて大法官の座を追われた初代チェルムズ・フォード男爵に代わって大法官として入閣している。さらに野党期の1869年には、保守党貴族院院内総務となったが、一回期で辞職した。 1874年から1880年にかけての第二次ディズレーリ内閣でも大法官として入閣した。閣内でも最も首相ディズレーリと親しい閣僚の一人であった。1878年にはケアンズ伯爵の釈位を与えられた。1885年4月2日にボーンマスで死去した。1856年にメアリー・ハリエット・マクネイルと結婚し、 彼女との間に以下の七子を設けた。ありがとうございます。